離婚診断協会の岡夏子です。今日は養育費を払ってくれない夫から養育費を必ず取る方法を2つ伝授いたします。養育費ってね、ほとんどの方がご存知だと思うんですけれども、子供の扶養、子供の福祉を守るため、そういう時にいただくお金なんですけれども、大概があんまり稼ぎの少ない奥さんがしっかり稼いでる夫から養育費を勝ち取る、しっかり毎月いくらいくら、子供が20歳になるまでとか大学を卒業するまでっていう風にきっちり決めるもんなんです。しっかり決めてないと踏み倒されるってことも起きますし、なかなか決めたとしても払ってくれない。養育費は8割の方がもらってないっていうデータが出てるぐらいなんです。ちゃんと決めたのに払ってもらえない、うやむやにして決めていないみたいな人たちが8割もいるってことなんです。これって皆さんね、お子さんのために間違ってますよ。養育費っていうのは奥さんがもらうものじゃありません。お子さんの権利、子供たちがもらう権利をお母さんが代弁して夫からしっかり取ってあげる。自分がもらうもらわないっていう問題じゃないんです。あんな夫から私もらいたくありませんっていう奥さんも多々います。私の考えでは間違ってると思います。お金はあって困るもんじゃないからこそ、しっかりとお母さんは子供のために養育費を守るっていう、そういう意識を持っていただきたいと思ってます。今から2つ取る方法をお教えします。まずは国の裁判所を活用する方法ですね。これは弁護士さんに頼んでもいいんですけれども、一人ででもできます。国の裁判所ですから、お金も印紙代とか消費代とかで数千円で済みます。こういう形で家庭裁判所に養育費を申し立てるっていうことをしっかりとやってみる。いろんな本にも知識は書いてありますし、もちろん弁護士さんのところで1時間1万円とか弁護士費用を払って、しっかりと尋ねて理論武装して知識武装して家庭裁判所に申し立てるのは OK です。しっかりと申し立てると、サラリーマンの場合は取りっぱぐれはありません。ちゃんと申し立てたら決まるんですけれども、夫が途中で仕事を辞めちゃったり、自分が申し立てすることを途中で降りちゃったり、そういう場合には取れません。申し立てて最後まで行って養育費が決まりましたっていうことだったら、きちっと請求すれば代わりに取ってくれます。強い行使力を持って夫の会社の給料から差し押さえてくれます。これはね、とってもいい制度なんですけれども、使ってる方は案外少ない。なぜかといったら、離婚の時にあまりにもひどいことをされて、それがトラウマになって怖くて怖くて仕方がない、そういう奥さんは夫に対して怖くて申し立てられない。何が怖いか、返しですよ。うちに乗り込んできたらどうしよう、嫌がらせされたらどうしよう、子供にいろいろ言ってきたらどうしよう、そういうことがいろいろまぜこぜになって奥さんの勇気が出ない、こういうことがあるんです。でも大事なことは勇気を出すことです。誰のために？子供のために勇気を出すんです。お母さんっていうのは自分のための勇気は案外出ないんです。だけど一旦子供のため、そういうふうに思った途端に勇気が100倍になる。この子の権利を守るためにしっかり決まったことを行使してもらおう。決まってないんだったらこれからでも決めよう。離婚の時に決めてなくたって後からだって子供の権利だから、裁判所はウェルカムなんです。ノーノーと養育費も払わないで子供のことを考えないような夫に対して成敗してやるみたいな気持ちでね、しっかりと権利を守ってください。ただし自営、それから働いてない人、こういう人からは結構取れないんで気をつけないといけません。なぜかというと、自営の人はいくらでも自分の収入を操作できるんです。本当はたくさん稼いでるのに、会社の収入を多くしたり他の人に払ってるっていう風にして自分の収入をうんと抑えてわざと払わないようにする、こういう人もいますよ。再婚しました、離婚して、前の子供たちには払いたくない、今の新しい子供たちに贅沢させてやりたいと言って奥さんに100万円払って自分は10万円とか、そんなぐらいに給料の操作をして、俺は10万円しか取ってないから養育費なんて払えないよみたいな、そういう旦那さんもいました。ですから自営の人は怒らせないこと、子供に対して可愛くないと思わせないこと、これがポイントです。第2のポイントは、夫に養育費を払いたくないと思わせること、これをしちゃいけないんです。泥沼離婚、二度と会わない、捨てゼリフ三昧、そういう人なんかだとなかなか夫が子供のために養育費を払おうという気になりません。子供が可愛かったり、別れても俺のことを嫌だとか恨んだりしてないこと、そういうことが夫にとっては養育費を払い続けたい気持ちになります。
ですからなるべく子供とのコミュニケーションを取らせてあげること、別れる時にあんまり否定で別れないこと、それまで例えば泥沼裁判をやってたとしても最後は和解で今までの結婚に対しては感謝で終わりましょうとか、これからもよろしくねぐらい大人になって言えて、そして養育費は私の力ではなかなか難しいので、あなたがうちの子供のために協力してあげてねっていうような気持ちを言葉で伝える、手紙で伝える、弁護士を通して伝える、そういうことをしとくと気持ちで動く人も多いので、まあ、それだったら子供に罪はないから払ってやろうじゃないかっていう人は多々います。夫のメンツを潰したり夫を否定で終わらせたりすると、意地でも払ってやるもんか、子供は可愛いけどあんなに新しい女房に使われちゃうなら払ってやらないみたいな夫も多いんです。中には口座を元の女房の口座に入れると使っちゃうから子供の口座になら入れるみたいなね、そういうじっぱりな夫もいますので、逆にその手口を使って子供の口座に入れてあげてくれないと、私は使わないから子供の将来のためにとかって言うと、ああそっかって言って振り込む夫もいます。まずは法的手段を取ること、それが第一。その次には夫の気持ちをやっぱり払いたくなるような気持ちにさせるっていうような、この2つの手段、どっちが先でも構いません。どうしても子供の権利を守るっていうことをしっかりと考えた上でこの2つやってみてもらうと、ね、今まで払ってない夫が養育費を払ってくれて、あなたたち母子は少しはいい生活ができると思います。昨日まではお家でご飯だったかもしれないけど、今日は夫からもらう養育費で美味しい外食ができるかもしれません。そんなことを考えて子供を心豊かに育てていただけるといいですね。皆さん、このチャンネルいいねって思ってくださったら、ぜひチャンネル登録していただいて毎週見てください。岡夏子頑張ります。また来週お会いしましょう。